おぉ、あれベビーメタルいた。これレンです。タスキです。お願いします。ということで本日もヤバいの持ってきました。この話を聞いたあなた、チャンネル登録と高評価だけお願いいたします。まだ聞いてないのに。はい、というわけで聞いた方何のことやします。何のことだ、なんでせなあかんねん。はい、私本日、まあ皆さん大好きであろう、ちょっとした超能力的なことをお話しちゃうよ、ということで大好き。はい、本日私がお話しさせていただくテーマは、クローゼットに飲み込まれて一瞬で 6000km 瞬間移動した少女についてお話ししようと思います。え、飲み込まれた、飲み込まれたんです。え、クローゼットに 6000m、 6000km、 こっからだと。こっからだとどこですか。どこ、え、ロシアの先っぽみたいな、あのロシア の、 あのヨーロッパ寄りの先っぽぐらいですね、に一瞬で行ってしまったという少女について本日お話ししていこうと思います。ファンタジー。この話は1967年8月21日、イギリスのドーセッシャー州のプールという町で実際に起きたお話です。そこにはウォール家という一家が住んでおりまして、ウォール家には両親と一人娘のキャロンがいました。そしてこの日はですね、キャロンの7歳の誕生日だったので、自宅でホームパーティーを開いていました。キャロンはお母さんからフランス人形と真珠の指輪をプレゼントしてもらい、さらに真っ白なドレスを着せてもらって、すごくご機嫌な様子でした。だが少しはしゃぎすぎてしまい、テーブルに置いてあった赤いワインをこぼして、着ていた真っ白なドレスを盛大に汚してしまいました。母親はシミになる前に汚れた服を着替えさせようと、キャロンを連れて部屋に戻り、洋服を取り出そうとクローゼットの扉を開けたんですね。だがしかし、クローゼットの中には服が一着もなく、その代わりになんと古びたビルの部屋の一室のような風景が広がっていたんですね。開けた瞬間、洋服が一着もなくて、全然違う部屋が、そこに風景が広がって、この前見た映画の話してた、怒る。開けたら大丈夫、あ、なんかビルの中やみたいな感じ。そう、続き話して。はい、行きましょうか。わかんないっす。母親はですね、声も出せないぐらいに驚いていたんですけど、キャロンは誕生日のサプライズだと勘違いして、クローゼットの中を確かめようと入っていってしまったんですね。あら。で、キャロンの意外な行動に驚き、目の前の信じがたい光景に身の危険を感じた母親はすぐにキャロンを引き戻し、一刻も早くその場から離れようとしたんですが、その時にはもう遅かったんですね。次の瞬間、キャロンの体はそのクローゼットの中に引き込まれるようにして、クローゼットの向こう側に消えていってしまいました。で、キャロンという母親の悲鳴に夫や親戚らが駆けつけた時には、すでにキャロンの姿はもうそこにはなかった。キャロンがクローゼットの向こう側に落ちた瞬間に、クローゼットは普段の洋服がかかっている状態に戻ってしまい、キャロンは母親の目の前で消えていってしまいました。で、それでもなお彼らは何の変哲もないクローゼットにキャロンの姿を求め探しまくったんですね。だがこのクローゼットはとても狭く、子供とはいえ人間一人が身を隠す場所なども全くなかったようなクローゼットだったみたいで、通報を受け駆けつけた警察官もですね、少女がクローゼットの中に消えてしまったとなると手の施しようがなく、その日は結局キャロンを見つけ出すことはできなかった。ちょっと追いつかんな。追いつかん、頭が追いつかん。お母さんが別になんか騙してるとかじゃないよ、ね、じゃない。海外のクローゼットとかだとさ、すごい大きなイメージあると思うんだけど、うん、このクローゼットはもうね、人一人も入れるかどうかっていうぐらいのクローゼットだったらしくて、うん、だからそれもキャロンがいなくなった瞬間、すぐにもう母親は目の前で一気に洋服に変わったのを見たんだ。そう、魔法だったんや。じゃあ続きお話ししましょうということで、続き、そしてこの同じ日の8月21日、場所は変わってカナダのトロント市のある場所で奇怪な出来事が起こりました。そこには解体予定の古いビルがありまして、建設会社の解体作業員がビルを取り壊すために現場にやってきてチェックを行っていた最中だったんですね。すると誰もいないはずの廃ビルの上層部のどこからともなく、女の子の泣き声が聞こえてきました。ビルから聞こえてくる泣き声に作業員は恐る恐るその方向に向かい、泣き声のする部屋のドアを開けると、そこには血濡れのドレスを着て一人嘆く少女がいた。で、作業員は驚きつつも少女になぜ
ぜこんなところにいるのかと尋ねてみたところ、全くもって言葉が通じなかったようで、手に負えないと判断した解体作業員は警察に通報して少女を引き取ってもらったんですね。でその後警察の調べにより、彼女はイギリスに住む少女キャロン・ウォールであることが判明。しかしクローゼットの中に入ったらここにいたという不可解なことをずっと話していたそうで、さすがに警察も手に負えず、イギリスの旅行者である可能性も考えてイギリスの大使館に連絡を問うと、ウォール家から娘の不可解な失踪が警察に届け出ていたことが判明し、8月22日ですね、悲しみに暮れる両親のもとに一本の電話が入りました。その電話はトロントの死刑からで、お宅の娘さんだと思われる少女を保護しているというものでした。キャロンの両親にそう問い合わせてみたところ、その少女はフランス人形と真珠の指輪を持っていますか、そして服装は白いレースの洋服を着て、その服が赤いブドウ酒で汚れていますかと聞かれて、この少女はイギリスで失踪したキャロン・ウォールであることがここで確定されたんですね。数日後、キャロンは無事に両親の元に帰れて、この事件はですね、1967年にイギリスの BBC テレビで放送されて大きな反響を呼んだ、もう世界的に知られているニュースというわけで、誰も疑いを持っていない摩訶不思議な事件、はい、というお話で、だから申し訳ないですけど、この事件の原因というか、なんで起きたのかについてはもう当然分かりようもないので、はい、お話はちょっとここまでになってしまうんですけど、何日後だっけ、その見つかったのって。見つかったの、それ同時刻、同時刻だ、その日に、その日に見つかったから、船で仮にこう持ってってポン置いたとしても、ありえない、そんなね、時間かかるしね。そうだから、これはもう完全に瞬間移動をしてしまっているんですね。その子が、うん、怖いねの可能性はある。やばいわそれ。ちょっと気持ち悪いでしょ。気持ち悪いっていうか、すごいな。すごいお話なんですよ。いかがだったでしょうか、本日の都市伝説。いかが。でもなんかよく言うやん、人間がその考えうることは全部起きるみたいな、うん、そういうことなんよ。もうそれ以上わかんないです。それ以上わかんない。まあ、だからあったんやもん。あった、あったんだ。この事件が本当にあったんです、うん。パスポートとか持ってないよね、うん、じゃあ、それを入れようか。お、お願いします。本日の結論、はい、はい、光の速さで蹴られたことはあるかい。誰誰誰誰え誰